どうも柴です。LINE とかにね、誰々がここのラーメン屋を気に入ってますみたいなタイムラインがね、やたらきとってね、ほんまに美味しいんかなと思って今日来てみました。ここ、ラーメン誠屋さん、ここね、逆光で見えへんわ、僕の顔なんかいらんかっていうことで、とりあえずラーメンを移しに行こう。レッツゴー。さてさて、メニューを見ていきましょう。こちら牛骨をアピってますね。ということで、これ人気ナンバーワンの牛ジャンラーメン、こちらをねいただいていきたいと思います。このお箸、これは滑るのではないかとちょっとね不安ですが、まずはこの牛ジャンラーメンの牛骨スープ、こちらをねいただいてみたいと思います。あのね、すごいマイルド、もっとね獣臭いんかなと思った、すごいマイルドでね、飲みやすいスープですね。でこちら黒麻油、このマイルドさを黒麻油で締めるっていう作戦なんかな。でこちらにチャーシューですね。はい、ということでね、あれ、なんだこの卵は、一体ここにスープをためろってことかな、違うか。でね、こちら麺の方はですね、細麺ですね、ここにスープをたっぷり絡めて食べろということですね。ということで早速いただいていきます。さっきねスープだけでね食べたらね、すごいねマイルドやったんですけどね、やっぱり、ね、混ぜたことによってね、この麻油と絡んでね、すごいね良くなったんですけど、これ麺がね、これねダマになってるんですね。これなかなか食べにくい、ここはねちょっとね説教しておきます。ということでね、食べてるんですが、味はねうまい、うまいっす。ほんまマイルドやと思ったら、やっぱりね黒麻油が混ざったらね全然味が締まる、最高っすね。なんかねこのね牛骨スープってね、後味がすごいね今までなかった感じなのでね、珍しいっていう感じでね、どんどんスープ飲めちゃいますね。でもうね麺もほぐれてきて、心配しててね、このお箸から麺がスリスリーっと落ちていくのもね大丈夫なんでね、がっつり食べていきます。そしてねここで味を変えていきましょう。ここにねいろんなものがあるのですが、普通の人はここにニンニクチップスをいくと思うんですけど、僕はやっぱりねこの生ニンニクっすね、生ニンニクに勝るものはないということで、これね握力を鍛えていきます。この出てきたやつをお箸でねこうやって落としていきます。これちゃんと使用済みのお箸ではないんでね大丈夫です。でこれしっかり混ぜていきましょう。ニンニクエキスがねもうねスープ全体に入ったところでね、香りを楽しむと、もうニンニク、あ、これが合うわ、合います。ねすごいマイルドやったんですけど、そこにねパンチが効くんですね。ほんで結構このスープが意外に味付けがねちょっと塩分が多い感じになってるんでね、塩分の多いねマイルドなラーメンというと、これニンニクが最高に合うラーメンなんですね。もう最高です。もうこれねしょっぱなからニンニク入れんとかん。でチャーシューをいただきましてね、そしてこのちょっと形が気になったこのね卵をねしっかり割りまして、ここにですね牛のスープと一緒に食う。あーもうこれねラーメン注文はね何回も言うけどね、毎日食うても飽きんわ、これ毎日食うても飽きんけど、毎日食うたら太るぞこれは。でねこれ結構ね生ニンニクを入れたことによってねうまいんやけど、その後ね誰とも会えんね、これは。もうそんなことをね忘れてラーメンはがっつくのが一番やと思います。ほんまね思ってた以上に美味しかったです。スープねガン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 飲んでしまう感じ、大満足で、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。今日むちゃ満足なんですけど、むちゃ満足。チェーン店やから大したことないなと思ってたんですよ。こいつまたこんな LINE に毎回毎回貼り寄ってみたいな感じで思ってたんですけど、牛骨ラーメンもっとねなんかね僕ねちょっと臭いんちゃうんかなと思ってたんですけど、全然臭くなくてクリーミーで、でそこになおかつ醤油ねしまって、であとニンニク入れたらバッチリ僕の好きなラーメンに決まりました。はい、ということで誠屋さんね多分どこにでもあると思うんですけど、結構ねこれねチェーン店やけどすごい僕お気に入りです。ごちそうさまでした。いやー夜に食うたら太るわ、太るし、僕今から人と会うんですけど、ニンニク入れたらやばいよね、スープあんだけ飲んだから、かなり僕の今の息はやばいと思います。ごちそうさまでした。ニンニクのご利用は計画的に。